聞こえる？よし、やっていきやす。しゃ。お？あ、落ちた。落ちるんやこれ。おお、うん、ジャンプ。やるか。出た。倒した。落ちる。壊せる墓が多い。入れはしないか。と。なんか足音は聞こえる。ああ、敵いるな、普通に。そうはショーのもとにメッセージ。うわ、ここいっぱいいる。あ、倒した。傷を癒して次に備えよう。もうなくなったか。
っちの方か。規制を制する。やわやわしんどいな。上に行く前にいろいろと物色せよ。歪みし魂よ。いっぱいいる。で、ここじゃないか。もう一個上。こっちの方か。ああそうやね。こんなもんかな。足音いっぱい聞こえるけど。あ、そっちにもあり、なんかあるのか。一箇所。建物の裏か。宝箱。こっちの方から行こう。
よし、もういない。おった。歯向かうなら回復するね。じゃあ、あと右上かな。あれは誰や。人間か。ここで何をしている。任務を続けよう。いいんか。スルーか。うん。裏行くか、裏。入口の方か。こっちから行けないか。とすると、おお、どうした。あれ、どうやって行くんだろう。開いてないもんな。こっちからじゃ無理っぽい。じゃあ、ここの敵突っ切るしかねえか。いっか。神に逆らう愚か者たち。倒したかな。裏に行けない。なんで？行けないじゃん。ここか。え？こっちか。
が使命により貴様らを強化する。どこよ。あ、これか。まだ敵おるんかな。おいた。傷を癒して次に備えよう。こっちからか。青。おー、落ちる。落ちた。んで、ここか。どっから変えるんだ。あった。強化できない。ここまで行っとくか。
いろいろ足りないけど強化しておこう。すぐ取れるように。で、これむずいんだよな。なるほど。こうガード系か。とりあえず最大 HP 増やしとこうか。で、ダメージ軽減は入れといて、なるほど。でわかんないな。まあいいか。取れねえもんなこれ。取る？考えよう。これは取ろう。最大 HP は迷わず取ろう。足りんくなった。よし。まあこんなもんだろう。セーブだけしとくか。よし行こう。急に暗くなった。よし。ゆがみし魂よ。今解き放たん。いっぱい敵が出てくる。おーい、いて。よっしゃ。
止まっちゃったか。うえ、いっぱい出てきた。よし、いっぱい出てきたけどそんなにめちゃくちゃ強いわけではなかったかな。ダメージは食らっちゃったな。でも回復しとこ。よし、特に何もないっぽい。神の世界。おお、おったんか。お前。倒した？安らかに散るがいい。ふう。このままか。うえい、おう、いい形を貫け。痛い痛い。あそこに行けと。なるほど。よっしゃ。これ今日買って無理ね。ああ、これイエローソウルか。まあもうちょっと置いとくか。無理か。二段ジャンプできないと届かんとこか。取っといてよかったの。
ほい。じゃ。倒した？倒したっぽいな。歯向かうなら排除するのに。これをどうするんだ。ああ、なるほど。これで一本倒したってことか。ああ、そういうことね。オッケー。ちなみに下は、ああ上から上か。好都合だな。ライトニングボルト。この激しく戻れ。オッケー。立ち止まっている暇はない。あとで下も行こう。いや、その運命に終止符を打つ。今は行っとくか。いっぱいいるやん。おいて、おいて、おいて、おいて。あとで行こう。まず下行ってみよう。下行ったらどうなんの？あの宝箱も取りたいし。こっちかな。あー、こっちはダメか。開いてないもんな。あ、上から落ちてくる感じ。あ、
歯向かうなら排除するのだ。落ちたよ。こっちはいけないの？ジャンプか。さすがに行けないか。ああ戻るか。ここは上から落ちてくるんだな多分。倒した。私を甘く見るな。あーなんか向こうにある。先に上行くべきか？でこれ上に行くのね。OK。上に行くか。投げうん敵か。おお。で。
でもディビルは痛い。長いね。ここに行くんやな。次は。氷をゲットしたんか。なるほど。取っていくか。ああ、なるほど。まあこれで、敵の攻撃がヒットする直前でガードすると、ああだからジャストガードでガードして三角で派生攻撃かできるかな。なんか普通に四角ボタンで攻撃してしまいそうや。びっくりした。我が使命により貴様らを浄化する。あんま強ないこいつ。そうだ、あっちの行ってない方行ってみよう。確か降りれる穴があったはず。こっち行ってなかった。歪みし魂よ、今解き放た。おお、あ、これか。なるほど。なんか
動作が増えるで面白いな。私は止まらない。モーションが増えると面白い。こんだけか。まあええか。よし。ん？おお。ああ、なくなっちゃった。これは救済だ。恐れることはない。歪みし魂を今解き放た。いっぱいいる。終わりか。無駄な抵抗だった。落ちろ落ちろってことかーい。ウィーえがいし軽く降りたな。グレイブリエッジ、まあ今はいいかな。ボスかな。セーブポイントがある。なるほど、ボスだな。
残念。なんか強化できるか。ヒラメを抑えれる。ここは無理か。戦闘中、まあいいか、とりあえず行くか。ボスだろう、多分。大型のアンデスト。いや、あれは気持ち悪い。ナゴルファル。獣よ、オーディン様の命により貴様を浄化する。貴戦を制す。なるほど、生属性が弱点だろうね。こうしよう。痛い。怖い。だいぶ食らったと。無理だ。それ。
わお。痛い。こいつやばい、めっちゃ使っとる。気持ち悪い。お腹出てきた。これは。お前は。俺は。俺の名はイーゴ。なぜナグルファルとなっていた？ナグルファル、すまない。何が起きたのかわからない。お前の魂が数多の死者の魂を引き寄せ、歪み魔物と化していたのだ。俺の魂？あなたは誰なんだ？私はヴァルキリー。オーディン様の命により死者の魂を浄化する者。ヴァルキリー、生と死を見定める者。昔話で聞かされたことがある。神に選ばれた戦士の魂を深海へ導くという。そうか、俺はもう死んでいたか。ヴァルキリーよ、迷惑をかけたな。どこかで見覚えが。まあいい、オーディン様に報告しておこう。白湯の宝、武器か。あ、そういうこと。武器2つつけれるんや。あ、そうなの。武器ごとに弱点があるんだ。
強化しとこう。おお、これは面白い。こういう系ね。あ、イエローソウル使うんか。ちょっと悩むな。こっち。愚か者たちめ。強化は無理かな。はい、地上界の魂を浄化してまいりました。私の力は世界の様相に左右される。魂が浄化されるほどに傷の回復も早まる。おかげでわずかだが私の力も戻ってきた。お役に立てて光栄です。ところでオーディン様、一つ報告があります。地上界でナグルファルを浄化した際、浄化されずに残った人間の魂がありました。そのものは非常に強靭な魂を持ち、己の名を名乗り会話すらできたのです。それがエインフェリアだ。早々に見つかるとは幸先がいい。エインフェリア、そうか、説明がまだだったな。エインフェリアと我ら神々に仕えることを許された戦士たち、強靭な魂を有する死人だけに許された称号だ。では私はあの者を使役することができると。そうだ、ヴァルキリーよ。地上に赴き彼らの残魂
魂の律道を追うがいい。は、救済の使徒として役目を果たしましょう。どこだよ。あの辺に行けということか。まあまあ扱いやすいかもしれない。今が浄化の時だ。ちょっと、ん？見逃してる場所ある？こっち行けないんかな。断りに従わぬものよ。これいけないな。いけねえ。そうは将の後に乗せる。
今が浄化の時だ。まあ、なんかいた。好都合だな。無駄な抵抗だったな。何もない。あお。いや
こうか。いっぱいいる。今解き放たん。おうがー。なんもない。あそこに行くか。終了か。コンバージェンス。コンバージェンス。これか。これ属性は何になるの？
よいしょ。強化できる前。お、なんか技？また技？なるほど。これになるか。なるほど。こっちの方が乱戦中はこっちの方が良さそうやな。単体はこっちでもいいかもしれんけど。なるほど。どうかな。強化いける？無理か。なお愚か者たちめ。一回ぐらいいけるんちゃう？これ。まあ最後までこれでやってもいいってことか。単体やな、これは。基本これかな。よし、今日はこの辺で終わっとこうかな。じゃあまたね、バイバイ。